皆さんこんにちは。バレエダンサー兼ピラティスインストラクターの藤野信夫です。今日はバレエでも、特徴的な足を開いているところの、形アンデオールについてですね、ちょっと詳しくというか、皆さんがもしかしたら気づいていないところ、気づいたらすごくいいところっていうのをですね、お話ししたいと思います。はい、アンデオールですね、バレエで、普通にまっすぐ足を前に向けてるわけではない、外側に足を回した状態で、足を開いて立っているという状態のことを言いますね。で、このアンデオール、いきなり本題に突入なんですが、アンデオールに、頑張って足の形を外側に180度っていうことでですね、なんとなく皆さんよく聞くのが、股関節周り、お尻周り、足の付け根周りをですね、頑張って外側にグリッて回そうとするっていう感覚を、頑張るんじゃないかなと思います。で、それを実際に思いっきり頑張って力ずくでやってしまうとですね、非常にこう立ってるのも難しい、立ちにくい姿勢っていうところに、至ってしまうことがあります。そうなので、ちょっと違う観点で見てみるとどうでしょうねって思います。で、足を無理やりこう根元から開くことで、なんとか立っていられるけれど、例えばプリエをしたりすると、膝がおかしい方向に曲がるというような感じがあってですね、その膝が違った方向に曲がっていくせいで、お尻がよそへ行ってしまったり、体が思ったところにかがめないっていう感じになってしまったりとかですね。で、また足を動かそうとするときにも、股関節が無理やり外向きだけど、他はどうなんだろうっていうふうに動かしてみると、足の動きすら曲がって動いてしまうっていうような感じにですね、なってしまいます。なので今日、着目してほしいのはですね、